写真拡大。巨人小林誠二捕手30が29日川崎市のジャイアンツ球場で個人調整練習を行い、屋外での打撃練習などで汗を流した。練習はすごく順調に来ています。手洗い、うがいをしっかりして調整をしっかりしたいと球団を通じてコメントした。コロナ禍で練習以外では外出を自粛中。自宅では映画はよく見ますが、本当にすることがなさすぎて部屋を掃除しまくっています。綺麗になりすぎなくらいです。模様替えとかもして掃除にはまってますと、掃除男子になっていることを告白した。同じ大阪堺市出身の後輩石川は、誠二さんの料理のグレードが上がるのが面白いと証言。巨人の誠才は家事の腕前もぐんぐんと成長している。